ですね。で、ただ面倒くさいのはこれをですね、何個も作って、かつそのガイドツアーっていうの、ガイドツアーっていうのがあるんですけども、このガイドツアーは動かすとですね、その何秒後に、今ちょっと早送りしますが、こう何秒後にどこどこの地点に飛んで、さらに何秒後にこうウィンドウを開いて何秒間開き続けるとか、こういうのもですね、設定するんですね。これをまあ一つ一つ、まあ面倒くさいんですけど、細かく設定することで、こう自分なりのこうガイドツアーっていうのを作ることができると。で、それをじゃあどうやって書き込んでるかって言ったのが、このさっきの、ちょっと戻りますけども、このファイル。このファイルの中にその何秒後にですね、どこどこに飛ぶとか、細かくですね、ですね、ちょっと見てみますか。細かすぎる話なんですけど、ここに、例えば、これ3番目のそのとこなんですけど、まあちょっとここですよね。この辺に座標とか、ですね、高さをどこから見るかとか、まあそういうのを書いておいて、それで、このアニメーションっていうのは、このバルーンですね、こうウィンドウですよね、これをどのタイミングで開くのかとか、デュレーションっていうのは何秒後ですね、例えば今、ここ見てるの、これ20秒後になったり、これはどういうことかっていうと、まあ、バルーンを開いてから、まあ20秒間は、20秒間バルーンを開いておくと。で、その後、まあバルーンを消してみたいなですね、そういうことをやって、で、何秒間か、1秒間待ったら次のエリアに飛ぶとかですね。まあ、そういうことをですね、一つ一つ書いていくわけです。こうすることで KLM ファイルを作ると。ただ何十箇所もあると、とてもとてもですね、手で書いてたら間に合わないので、そこでどうしてるかっていうと、またさっきの Excel のこのリストに戻ってきてですね、このリストをもとに、ですね、わかりますかね。これは使ってないな。こっちの方がいいかな。ちょっと見づらいんだけど。アップすれば随分映るかな。このエクセルのセルにですね、先ほどの、リストをもとにですね、こう、KLM の文法で数字だけこううまいことピックアップしていくっていうものをですね、こう書いていくと。で、これをずっと、その今は8個しかまだ作ってないんですけども、何個も書いていくと。とはいっても、これをただ1個1個書くのも、さらに、もうそれはそれでとても大変なんで、さらにどうしてるかというと、開きますか。VBA を使ってですね、ビジュアルベーシックを使っています。ビジュアルベーシックエディターか。おっとっと。これですね。あら、開かないぞ。SA のと。あれ？なんで？まあいいや。これ止めますか？えい。そうそう、これですね。VBA を作ってですね、そんな大した VBA じゃないんですけども、先ほどの、その、なんでしょう、座標とか、その基本データですね、JavaScript のコードとかを、ですね、こう、連続して、こう、ループさせて、この、街ごとに、こう、再生できるようなものをですね、こう、ループして、どんどん、こう、下に、こう、つなぎ合わせて、書いていくと。こういう、VBA を作っておくことで、なんかこの、とても長ったらしいですね。KML ファイルっていうのを、こう、自動的にたくさん、同じよう、結局ループ作業なんで、何度も同じ処理をですね。座標とか、見える高さとか、文字情報なんかを変えて、こう、どんどん書いていくと。まあ、そんなことをやってます。で、こいつを、適当に、の名前で保存をして、
やることで、こういう、旅行記、Google Earth のガイドツアーによる旅行記というのが、作ることができる。そんなことを、今日はずっとやってましたということですね。